はい、皆さんこんにちは。ですね、たまにキジドラさんと遊ぼうと思ってですね、あの猫じゃらしを使って遊んでみました。この前はね、100均のおもちゃだったんですけど逃げちゃったんですね、いきなり ね自然の雑草を使ったおもちゃです。それでは動画をご覧ください。見るとね、帰っちゃいますね。キジトラさんと猫じゃらしでした。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。それでは失礼いたします。